What's up guys? My name is Lian and welcome to my video. ということで今回の動画はいろいろフォートナイトにはかくれんぼマップとかがあると思うんですけど、クリエイティブとかで、ね、今回はちょっと面白いマップを思いついたので、トラミミさんっていうクリエイティブの方に依頼して、フォートナイトの世界を逆さまにしたマップを作ってもらったので、今回はそちらの世界でかくれんぼやっていきたいと思います。こういう動画好きな方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速やっていきましょう。 Let's go。 ということで今回30人いるんですけど、ね、みんなちょっと聞いてね。そこの1番とか2番、この3人のところに入っちゃダメだからね。みんなはその場にいてじっとしててください。じっとしててね、ここには絶対入んないでね。オッケー。そしたら20秒後から皆さん移動してください。僕は鬼なんで何も見えません。風船とグラップラーとジェットパックがあるんで、皆さんは逆さまの世界に行ってください。奥にあるんで、あと3秒後ね。はい、行ってらっしゃい。この5分間暇やな俺みんな移動してね。で、もし落ちそうになっちゃったら下にヘリコプターが何台かあるはずだから、そこで一回土台に立って、そこからまたジェットパックとかするとね、また飛べるはず。今回はタワー、ティルテッドタワーを逆さまにしました。ほぼ完全再現なんでね、いろいろとね、めちゃくちゃ楽しみなんだよねこれ。もう思いついた時にサムネとタイトルがドーンって出てさ、で早速ちょっとね、この上にトラムって書いてあるんだけど、トラミミさんっていうね、クリエイティブの方にね、ちょっと依頼して、テストプレイでね、何回かちょっとね、歩き回ったりしてたんだけど、マジで、ね、トリッピー、めっちゃトリッピー。なんていうの、頭がグニャってなる感じのさ、結構なんかモニターを逆さまにしたりとか、そういうのってさ、よくあるっていうか、まあ見たことはあると思うんだけど、マップ自体を逆さまに作り直すっていうのはね、過去に一度も、マジ世界初だと思うんですよこのマップ。なんでね、すごい面白いと思う本当に。なんなら今後公式がさ、このマップをもし見てたとしたら、今後のフォートナイトのマップに取り入れてもいいんじゃないかって思うぐらい。なんか過去にさ、シーズン7ぐらいの時に宇宙人のなんか空中で移動できるやつとかあったじゃん。あれだけどマップが逆さまとかでも全然面白いと思うんだよね。3分でこの真っ黒な画面が消えるんでね、多分みんな今隠れてるはず。あと今回かくれんぼなんで、皆さん逃げないでください。なるべく逃げるの禁止でお願いします。どうしようかな、時間決めるか。俺が解放されてからどうしよう、20分にする、制限時間。じゃあ20分タイマーつけるわ。じゃあ俺でみんな20分隠れきれたら勝ちにしようか。逆さの世界っておもろいよな本当に。ちなみにこれはドクターストレンジの映画を見てたら思いつきました。今ちょうどあれじゃん、フォートナイトコラボしてんじゃん、ドクターストレンジと、あの人よ。あの人の映画を見るとわかると思うんだけどね、逆さ世界みたいなのがあるんだよ。はい、始まりました。ちょうどそういう話してたら、なんかスプレーがあるなはい、見てください皆さん。まずこれをね、まだみんなにちゃんと見せてなかったと思うので、これやばくないマジで。めちゃくちゃ、この中に今30人隠れてるんですけど、逆さまのティルテッドタワーですよこれ。で一応ね、ここにね、マップ作成者さんのトラミミさん、このマップ作った方ですね、僕じゃないんですけど、そう作ってくださった方のクリエイターコードと、あとね、みんなもね、一応ね、このマップコードは概要欄に書いとくので、みんなでも多分これマッチメイキングしたらプレイできると思うので、鬼はここに入ればいいだけだから3人まで、であとはみんな隠れればちゃんとプレイできるようになってるので、この動画外でもね、皆さんやってみたかったらぜひプレイしてみてください。ということで早速じゃあ探しに行きますかこれ。さてみんなどこにいるかな、これ時計、このクロックタワーとかにいるのかな、これ入れるはず。やばいやばいやばい、どうやってあるんだこれ、どうやってあるんだこれ、ちょっと待って、やばい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 、入れないこれ、やばいやばいやばい、入れない、ちょっと待ってむずい。タイマー始めないと、タイマー始めた、20分スタートです。今始めた、待ってこれ入れるはず、あれこれどうやって入るんだっけ、やばいやばいやばい、ちょっと待って、入り方が分かんない。あ、じゃあ上からだ、これ入るの上からだ、思い出した。そう、ちょっとテストプレイでね、何回かやってたんだけど、こうやって入るんだ。これいるでしょ、いないの、時計塔いないの、いなくね、見えたわ、入り方分かんなかったんだこれ多分。みんなどこにいんだよ、なんか見えたぞ今、なんかいるぞここに、逆さまの霧いたオッケー、1人目見っけ、よし、おもろいなマジでうわ、どこ、あー、いそう、この辺とかにもいそうじゃね、見てこれすごくないですかこれマジで、そう、いたーよし今回ね、その前の動画で僕ちょっとね、
隠れもしてたら結構みんな逃げててさ、でなんかコメント欄でなんか逃げてる人たち隠れんぼのやり方わかんなくてくさーみたいに言われてたから、ちょっとね今回は逃げ禁止でやっていきたいと思います。隠れんぼみんな見つかったらちゃんとね潔く。やばいよねこれ、なんか頭なんかぐちゃぐちゃになりそうだよね。でも面白くない？どこにいんのこれ、この辺にいそう。今2人でしょ、残り28人。うわいそう、どこだよ、どこにいるんだよ。ないのこれマジ。いやこれねスパイダーマンとかもあれば絶対もっとおもろいのにね、ミシックの。残念だよね。まあでもグラップラーがそれっぽいからね。みんな静かだな、いねえ。なんかめっちゃどうやって探していいのかわかんないんだけどこれこれトイレの中とかいんのかな。うわーここいい、めっちゃいい隠れるとこじゃんこれ。残念だね、誰もいなかったわ。下に行かないとなんだよね、上じゃなくて。いないのこれ、絶対いると思うんだけど。嘘だろ、みんな奥に行ってんのかな。ちょっと奥行くかこれ。この辺メインタワーとかいそう。落としないね。うわグラップラーの落としたぞ、今グラップラーの落としたぞ。おいどこだ、うわなんかいる、びっくりしたなんだぞ、こんなとこでハグすんの、怖どうもじゃだいいとこ隠れてたね。おおなんか読もうとしてる、読もうとしてる、読もうとして風船の音もしたぞ今。どこだどこだどこだ、なんかいたぞ、なんかいたぞ、ほら、おいやめろ、避けんな避けんななんかおったな今。上ここかー、おったー、ういここか、こんなとこ隠れられたんか。まだまだ落とせる、まだ落とせるよこれ。どこだよ、やばい、あと15分しかない。どこに落としてんのこれ、ドア開いてんなこれ。いたいた、なんかいる、頭突き抜けてねこれこれ頭どうやってやってんのそれ、頭突き抜けてねこれ、頭突き抜けてるよねこれ。気づいてんのかな本人。おおなんか下行った下行った下行った、上がってきた、頭突き抜けなくなった。どここれ、どうやって行ったのそれ、やばい、ここから、あいるいるいる、いた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 わ、よし。今何人倒したんだろう俺、何人だこれ。6キルだから残り24人。ここか、お前か、頭突き抜けてたのどうもジジですオッケー、7人、あと10、13人、いや違う、23人の、まだ23人もいんのこれすごい好きな人いんだけど。はいどうもピンクスーツこんにちは見つかっちゃったね。どうもい、さて今8人倒しましたけど、まだ22人もいるんでしょ。結構あいる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 、なんかやってるなんかやってる、はい、おい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 、なんかジェットパックの音すんな。オッケー急に、あ泣けた、あやばい、お肩、お前おい肩すぎ。オッケー、意外と隠れるスペースあるねこれ、逆さ世界でも。どこにいんのこれ、あと20人もいんだよ、どこだよ、おった意外と窓とかこっち側からも分かるんだね、なんかおったわ。こことかいそう、なんかめっちゃいそう、どこだ、いないか、いねえな、ほらこれ弾な、弾無限じゃないこれ、もしかして俺弾無限じゃないの、やばくないいないんだけどマジで、どこ、なんか秘密の扉があるよこれ、絶対いそうこの辺。どこ、いないよ、やばい、あと10分しかない、ちょあと10分これ延長しないかこれ。どこだーみんなー、出てきてもいいんだよー、ここ、あいや、どうする、いた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 、見つけたー、よしじじあと約半分だ。うわこの辺とかいそうだけどなー、いそう、めっちゃいそうじゃない、いないんだ、どこ、うわ全然見つからん、やばい、みんな隠れるのが上手くなってきてる、そして俺も出れない、この出るのだるいわここは
この秘密扉はいそうじゃないか、これ。ここいない。え、俺全部見てよ。絶対全部見てる俺。どっか秘密のスポットみたいなのあんのかな、これ。20分これ延長していい？俺絶対見つかんないもん、これ。半分見つかんないよ。追加あと10分で。なんかいるぞー、なんかいっぱいいるぞ、これ。おいおい、みんな見つけ、ダメだよ逃げちゃ、ダメだよ逃げちゃ。はい、戻ってきなさい。じゃあ、弾がないからね。あ、やばい、俺弾なくなった、これダメじゃん。じゃあ、避けないで。避けちゃダメだよ。っていうか、ダメだよ。避けちゃダメだよ。あ、ダメだよ。止まって。オッケー。よし。うわ、こんなとこがあったの知らんかったな。いや、他にもありそう、なんか端っこに。他にもありそうだぞ。こんにちはー。どうもー。こんにちはー。立ってください、そこに。ここに立ちましょう、一緒に。あ、ばばば、落ちちゃった。こんにちは。残り何人だ ?13 人。いたー、どうもー、どうもでーす。オッケー。よし、じじい。こういうことができるんよな。木の中に隠れれるんよ。あと12人。あとど、こんなとこがあったの？俺知らないよ、これ。怪しいね、これ。怪しいですね。いた。オリジン。もう一人なんか音がしたな。どこだろう、今の音。わかんねえ。残り11人。どこ？もうほぼ見た、全部。いたぞ、なんかいたぞ。なんだお前、何してんの。やばいって。風船か、これ。風船で浮いてるんか、君。こういうことか。これでやってんのか。ジジイ、ちょっと、やばい。あ、やばい。俺も引っかかった。あ、これ引っかかってんの、これ、もしかして。あ、やばい、動かないで。オッケー、あと4発しかないからね、俺。やばい。どこだ。やばい。時間がもうない。なんかいいたよ。いいとこ隠れてんね、君。いいとこ隠れてんな。あと1分20秒。20分のままなら。いたー。ういー、よし。ラスト5分で、これがラスト5分開始。この5分間逃げ切れたらマジ最強よ。あと8人だからね。あと8人でラスト5分のバトルロイヤル。もうみんな動いちゃダメだからね。もし動いてたりしたら、それもう禁止にする。いたー、ジジー。残り7人。俺が全員見つけてやる。一番下にワンチャンバトルタワーだもんね。ここに張り付いてる可能性あるよね。いないんだ。やばい。え、あ、何これ、タイマーあるの、ちゃんと。タイマーちゃんとあるかも。あと何分、これ。これ見えてないんだよね、これ。じゃあこの右上のタイマーが終わってからでいいじゃん、じゃあ。あと30秒。やばい。急にあと30秒。ちょっと待って。絶対無理。絶対見つかんない、こんなんもう。どこにいんのこれ、みんな。嘘でしょ？やだ、負けたくないよ。やだ。どここれ。うわ、むずこれ。最後じゃリプレイ見よう。1人目はどこだこれ。どここれ。いたの、こんなとこに。どここれ。どうやってこれ上がってきたの。うわ、なにここ、すげえ。こんなとこあったの。2人目はこれ、どここれ。ああ、シンプルにここにおったんや。うわ、マジか、これいけたな、マジか。3人目はどれ、ここにいたの。あ、俺スキンじゃん。え、こんなとこいた、俺絶対見…見逃してた、これ。嘘でしょ。で、4人目が…これはどこ、これ。うわ、これも階段の裏。結構階段の裏いるね。ここはなんだ、これ。この人は、うわ、階段の裏じゃん、みんな。うわ、階段の裏もっと見ればよかったんか。こんなとこわからんな、でもこれ上がりにくい。すげえとこ見つけたわ、この人。なにこの人は。この人はどうやってこんなとこにいたの。ねえ、チーターやん、これ。あと一人、この人か。
これか。ちょうどジェットパックの下じゃん。階段の裏は8割だな。いや、すごかったな。おもろご。おもろこれ。はい、という感じで今回の動画はフォートナイトの世界を逆さまにしたマップでかくれんぼをしてみたんですけど、これめちゃくちゃ新鮮でとてもとても楽しかったです。ぜひ皆さんもマップコードね、概要欄に書いておくので、お友達とか、まあ、普通にネタマッチメイキングでもできるようになってると思うので、ぜひプレイしてみてください。この動画がいいなと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ピースアウト。